こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、女性、婚活している女性が婚活している男性に対してこう思ってない時でも言ってしまいがちなね、言葉っていうのをこうちょっとその違いをね、お話しさせていただきたいと思います。よくね、話をしている中でこうモテるでしょうとかモテそうでしょうとか、そのあなたはこう結構人気がありそうだよねっていうお話をする時があると思うんですけれども、この2つの違いね、本当に女性からすると大きな違いがあるので、よく覚えておいていただきたいんですね。で、モテそうだよねっていうふうに言われた時はちょっとね、本当にそう思ってるかなって警戒していただきたいんですね。女性っていうのはなぜかというと、本当にモテるよねって思ってる時って絶対モテるでしょって言うんですよ。モテるでしょっていうふうに言うんですね。だけどモテそうだよねっていうのは結構リップサービスの場合があります。モテそうなのかモテるでしょうなのかね、モテるでしょうって言われると、あ、本当にモテるって思われてるのかなって思っていいと思うんですけれども、モテそうだよねって言われたら女性は気を使って言ってくれている場合があるので、実際自分のことをどう思ってるのかなっていうふうによくね、こう観察する必要がありますので、モテるでしょっていうのとモテそうだよねっていうのの違いが結構あるっていうのを頭に入れといてください。ではですね、メルマガの登録と LINE のお友達、コメント欄から募集してます。メルマガ LINE は違うことを言ってますので、メルマガ LINE、 YouTube の登録3つお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。